はいどうも皆さんこんにちはノー科学教育コンサルタントのクロスです今回お話をする内容は私のゴールについてです自分のゴール私の持っているそのまあ大きなゴールを共有することでやっぱり共感を持って もらっていいやすいかなとあと私のその活動のそのま源どこに進もうとしているのかどんなことを達成したいと考えているのかということもまあ共有することでよもっと多くのファンとかあるいはそのえっ、ー、と考えそのあ私も私もっていう人が増えたらいいなと思ってるんですよね。でその 私一人では全部発生するのは難しいっていうこともあって、なるべく多くの人を巻き込みたいというふうに考えているんですね。なので、その寒波を募っているのも、要はその一環ですよね。寒波を募ることで、自分のゴールと共感できた人から寒波をしてもらって、そしてその資金を 使って何かゴールの達成に近づくあるいはこのチャンネルの維持費に使うなどっていうことに回せますからねえっ、ー、とで私のゴールドはじゃあ何なのかっていうことをちょっと一応お伝えしますで一応この、えー、動画のどこかにその実際文字としてこう出しておくんであのー、まあまあメモ代わりにもなるのかなとメモというか私が文字として出した方がいいなという方もいるかと思うのでそれも一応出すように、えー、編集している 予定です。予定です。もし出てたら、あ、ちゃんとやったんだなと思ってください。で、もし出てなかったら、あ、できなかったんだと思っておいてください。じゃあ、まず言っていきますね。私のゴールは何なのかっていうと、とりあえず一番でっかいゴールが何かっていうと、とりあえず世界平和かなっていうことです。世界平和ってぼんやりしてるんで、しかも人それぞれイメージが違うかと思うんですよ。あの世界平和の完成予想図みたいなのが、ちょっとよくわかんないですよね。 あのもしかしもしこれをご覧の方で例えばキリスト教とかの方であればよく小冊子みたいなえっ、ー、とエホバの証人とかっていうようなそういう小冊子ありますよねあれに、えー、いろんな純守の人があのきいろんなそのどこか林かどこかでその春か何 多分季節は春か何かなんですよ。すごくこういい季節で、えー、いろんな人種の人がいろんな動物、ライオンも含めていろんな動物と仲良くしてるような、そういう風景が描かれてるんですよね。私はそれをよく完成予想図って言ってたんですよ。えー、とあ多分キリスト教の人たちはこういう完成予想図を持ってるんだろうなと。 じゃあ私の場合どんな感性予想図なんだろうっていうと白紙ってよく分かんないんですよただとりあえずあの世界平和というぼんやりとしたでっかいゴールを持っていれば少なくともどんなゴールを設定しても世界平和よりはまだそのサブゴールに扱いできるんでまだまだだこんなんじゃ全然世界平和につかないぞたどり着かないぞっていう意識を持てるんですねでじゃあそのサブゴールはどんなものがあるのかっていうといくつかは、えー、とまず、まあ、差別をなくす あるいいは戦争をなくすすと、えー、うことが一つですよね他にはマフィアとかマフィアギャング、えー、ハングレ集団テロ集団過激派の宗教団体とか昔の日本でいうところのオウム真理教とかっていうのもなんでそういうのが出てきてしまうのかっていうと基本的には不適切な育児と、まあ、環境とえっ、ー、とあの生まれつきの,その素質の掛け算で いろんなこと関係してきますけどね、環境というのは、まあ、育児もそうですし、あとそのエコノミックステータスがそれほど高くない、つまり社会的地位がもともと低い状態だとあの、スラム街で生まれているとか、そういうような要素があると、どうしてもそのやっぱり掛け算式でリスクの高い人生を歩みやすくなっちゃうと。で場合によっちゃその 疑似家族を求めてギャングに入ったり、マフィアに入ったり、宗教団体に入るなんてことがあるわけですよね。つまり、その貴族意識、貴族欲求、あるいはその承認欲求、何かを満たしてもらえる、満たしてくれる、そんな場所がギャングだったり、テロ集団だったり、宗教団体だったり、マフィアだったりするわけですよ。で、これって脳機能的にもある程度、もうその、大体予想つくんですよね。どういうところが障害されているのかっていうのが。 であのじゃあその元をたどれば、えー、とその養育まあそ生育歴をたどるとやっぱりその貧しいからとかあるいは家族不適切な育児が割と多かったとかあるいはいろんなその 環境戦争工事だったとかいろんなその理由があってそうなっちゃってるわけですから理由が分かれば予防できるじゃないですか予防方法と改善方法もある程度見えてきますし何を変えればいいのかっていうのも分かりますよね だ例えば、もし不適切な育児が原因でで10年後、半グレ集団に入って最終的なマフィアに入っちゃったんであれば不適切な育児をどうすれば予防できるかあるいは不適切な育児を受けたとしてもどうすれば改善できるかっていうようなことをしっかりと情報発信したりしっかりと、えー、そういった、えー、人材を育ててそれができるような人材を育ててそしていろんなところに送って 必要としているような家庭に、えー、っていうことが一つですよね。えー、そうすれば少なくとも大人になってからリスクの高い人生を歩みにくくなるあるいはそういったことが予防できるか改善できるそんな、えー、社会が作れたらいいよねっていうのがまず一つですね。 でその次、そのレアメタルや石油などの貴重な資源の奪い合い、えー、をなるべくまあ減らせられるような何かがあればいいよねということと、そもそもそういったものをわざわざ活用しなくても調和が取れるような何かいい方法がもしあったらいいよねっていうことですよね。例えば戦争って要は資源の取り合いみたいなところあるじゃないですか。えっ、ー、と、ってなると、じゃあその資源の問題ですよね。資源をどうすれば、その、 まあ、上手に分配できるのかそもそも資源なくてもどうにかそのできる方ないのとか本当、全く見え,見えないですよ見えないですけど世界平和という、えー、トップの,、えー、の目標があるんだったら資源の奪い合いだって当然やっぱり出てくる。 項目の一つななわけじゃないですかだからそこもどうすればいいんだろうみたいな、えー、とそもそも資源がじゃあ有限だったとしてもそれを上手に分配できるようなシステムを作るかそういう脳の機能を備わった人たちで埋め尽くすかですよね奪い合いや喧嘩をわざとしようと思わないような人たちをすこ少しでも多く出すっていうことがすれば、えー、ちょっとは減らせるのかな貢献はできるのかなというふうには考えています えー、他には、世界中の人々が、えー、悪口を言い合うんではなくて、お互いの、えー、とエフィカシー、ゴール達成能力を高めるような発言で、えー、たくさん、まあ、そういうのを作れたらいいなと思ってるんですよ。エフィカシーを高めるための発言っていうようなこの言葉なんですが、エフィカシーって何っていうと、自分ならゴールが達成できるんだという自分に対する評価のことです。 能力があるかないか関係なくて、したいかしたくないかで決めるんですよ、ゴールを。できるかどうかなんか関係ありません。したいんであればやるんですよ。で、やればうまくなります。でそ、その上にでっかいゴールも、えー、こう、組み合わせて作っていくと、1、2年ぐらいでもう専門家レベルにまでなってたり、それで、あの、給料をもらったりするっていうような状況を生み出すことができたりするんですよね。 なので、コーチングって実はすごく重要だよねってことになってきます。えー、なので、えー、誰かをそう見下したり、あるいはその妬みやそねみから来る暴言や誹謗中傷っていうのは、基本的にはあの言ってる人っていうのはうまくいってないわけですよ。人生がどこか。どこかうまくいってないんですよ。うまくいってないから、そういうのに頼っちゃうわけですよね。で、言ってスッキリする。気持ちよくなって、相対的にちょっとなんか気分をよく。 地震、えー、をちょっと一時的に、えー、こう高くなったような気持ちになっているんですが実際はそうじゃないですよね。それはまあ対症療法であって原因療法ではないですよね。なので原因療法から取り組んでいこうと。もちろん対症療法も併用しつつ原因療法にもしっかりと目を向けようということですね。 でえっ、ー、と世界中の人々が自分で物事を決めて自分の責任で行動できるようにもしたいなと思ってますつまり指示待ち人間だったり人のせいにするであったり自分で決断ができなくてそれでこうなんだかんだでいいように使われてしまうというような人がやっぱりどうしてもあ多いとみんなしんどいじゃないですか。まあ パワハラ上司だったら、まあ、確かにそれはお便利な駒がいっぱいできたぞと思うかもしれませんが、パワハラ上司にコントロールされている会社っていうのは、要はあの、そこそこまではいけますけど、ぶっ飛んだところまではいけないわけですよ、大きな成果には結びつかないし、せっかくいい目標を持ってるのに、社風がそうだったり、人が、人材がそうだったりすると、結局ずれてきてうまくいかないんですよね。 あの社風と実際のその現場がなんか全然違うと理想と現実のギャップがすごすぎて全く埋まってないってなるとこれも良くないよねっていうことですね。で、他には、えー、っとあ世界中の人々が素直に自分の気持ちを伝えられるような文化の定着もしたいなと思ってるんですよ。つまりその こ,こ,かこんなことしちゃったら格好悪いからこんなこと言えないなとか、ここで負けを認めちゃなんだかダメな気がするとかっていうような文化っていうのをなるべくならどうにかしたいなというふうに考えています。これも結局親業という技術でだいぶカバーできるんですけど、気持ちを言うことは弱いことだというふうに考えている人が多いんでね、それだとちょっとまずいなというふうに考えています。他には、えー、っと、どうしようかな、発達障害を完全に予防できるようなシステムを構築できたらなというふうにも考えています。 えとちょっとずつ見えてはきているんですが、まだまだいろいろと改善の余地はあるんじゃないかなというふうに考えていますで。世界中から不適切な育児がなくなり、良好な親子関係が結びる世の中にするというのもまた一つの私の目標です。であのそういう団体も、まあ、いっぱいいると思うんであの、そういった団体とも手を組んでいろいろなことをしたいよねとは思っていますね。 他には、えーあ、精神障害を完全に予防できる世の中にもしたいなと思っています。精神障害も基本的には脳機能障害なんで、その前世の行いが悪いとか、オーラが悪いとか、えっ、ー、と、息量がいっぱいついてるとかじゃなくて、脳機能障害なんで、予防も改善も本当はできるわけですよ。ただその情報が十分に伝わっていないっていうことで、ここもなんとかしなきゃなというふうには考えています。他には、えっ、ー、と、あ、 国家や文化を、まあ、えー、簡単に言うとコーチング的な文化にしたいなというふうに考えています。その、国家や政府っていうのは基本的には会社に例えると5つの企業文化でいうところの下から2番目なんですよ、実は。政府の運営方法っていうのは伝統的で、その格式があって、えっ、ー、と、一人一人の役割がはっきりとしている。で、まあ、もちろんそれでうまくいってんなら別にいいんですけど、 あのそれに頼る必要もあるのっていう気がするんですよ。それじゃなきゃ絶対回んないのともちょっと考えると。えーまあ、この辺ちょっと難しいところでデリケートなところなんで、なんとも言えないんですけど、何かもっといい方法があるんだったら、まあ、そこでもうちょっと考えたいよねと思ってます。他には、えー、軍隊や自衛隊の人間関係、チームワークなども、そのコーチング的な文化を取り入れるっていうのはやっぱり重要じゃないかなと思うんですよ。 そのどうやら自衛隊、これは本当、ま、まわ、あ、話レベルなんでなんとも言えないんですが、自衛隊の中にもやっぱりその必ずしも非常に理想が高くて、そして人間のできている人、もう完璧な人が多いわけではないと、何かやっぱりその人間的にこう気難しい部分だったり、もうパワハラ的な上司が非常に多かったりというようなことで、 本当に優秀な人は抜けていっちゃうとで、逆にパワハラと、そして主体性のない人が、えー、の利害が一致してそれで、それはそれでうまくいっちゃっているようなパターンっていうのが多いみたいで、それで成り立っているようなんですね。それをこうせっかく優秀な人材が逃げていっちゃうっていうのはもったいないなと思うんですよね。なので、そういう優秀な人材でも、ここは心地いいな、ここでみんなと一緒に頑張りたいなと思えるような自衛隊が一番強いわけですから。 国のため、そしてチームのため、自分自身のため、家族のため、いろんなもののために頑張ろうという思いがある、そんな人たちを少しでも多く増やしたいなと思っているんですね。自衛隊だったり、もしくは軍隊、だから日本に限らないんですよ。もう世界中のその国を守るという使命を背負っている、そんな人が人たちのグループもより良いものにできたらなというふうに考えています。で企業 はい、企業の社風と文化もコーチング的なものを導入したいなというふうに思ってるんですねその。やはり私の過去の動画、ティール文化に関して5つの企業文化があるわけですけど、下から3つっていうのが、ね、基本的には日本の9割の会社、9割以上の会社が下から3つのどれかに入るんですよ。この上のグリーンとティールに入ってるやつの方が少なくて、この2つに入ることができると、かなりやっぱりいい組織であるというふうに言えるんですよね。 グリーンとティールに入れたらいい組織だということです。そういう風に持っていきたいと。で、今、ソーマーハウスはもうグリーンとティール、この辺をもう徐々に行こうねっていう話で、もうみんな一致してるんですよ。で、やっぱり社長自身もかつてはやっぱり元々そのスポーツ選手だっただけに、割とその競争社会的な 意識が強かったなとでもあのやはりちょっとその辺変えてグリーンやティールを目指していった方がやっぱり色々とそと社風に合うような気がする理念もやっぱりちょそっちの方が近い、えー、こう競争社会ではなく主体的に自分で行動できるそんな子どもたちでいっぱいを出したいよねと発達障害児でさえ改善して最終的には自分のワントゥゴールの 人の役に立つようなゴールを設定して突き進められる。そんな子に育てたいんであれば、会社だって当然そうじゃなきゃおかしいよね。ということで、今もみんなあの一致していて、足並みが揃ってるんですよね。なので、そういう文化を持った会社を埋め尽くせられたらいいなというふうに考えています。 ほ他には学校もそうですよね、教育、先生と生徒の,その関係も、コーチングを導入できると、やっぱり結構あの変わってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。実際変わった例というのを見ているんであの、できたらいい取り入れたいと。で、最終的にはまあ親子関係とかですよね、あるいは家族関係も、基本的にはコーチング的な文化を持った適切な育児に関する技術や知識なんかの,この定着っていうのもできたらなというふうに考えています。 もちろん栄養とかいろんなものを含めてですけどね、えー。というのが私のゴールなんですよ。一応文章でファーッと多分流れたかなと思うんで、私の音声だけでなく文章でも出しておくので、そういういいなと思えるゴールがあったらコメントを残してください。このゴール、ゴールいいですねと。で、あのさらにもし、そのカンパしていただけたら、その資金を。 あの、有効に活用してチャンネルの運営費だったり、関連する書籍代に使わせてもらったり、まあ、私が要は勉強して、その勉強して面白いと思った知識の 共有をここで、でできるんですよねであのそういったこともにも使わせてもらったりやる、あとはちょっとせっかくだから動画の質とかもなんか高めたいなとか、こういうもっといいマイク欲しいなとか、もっといいカメラで撮れたらいいなとか、そういうとこもちょっとこだわりたいなというふうにも考えています。なので、まあ、ぜひとも応援したいという方は、よければその、ンパしていただけたらというふうに思っています。あの詳細欄に私のゆうちょの講座番号が載ってあるんでね、そこに入れていただけたらというふうに思います。 思いますで、もし入れていただけたら、ぜひともメッセージくださいね。私が直接メールでお礼させていただきます。あるいは動画でその、その名前を、イニシャルか何かで、ありがとうというふうに、感謝の念を伝えさせていただきます。実際もうすでに1人、もう、カンパしていただいたというような連絡が来たので、本当にありがたいなというふうに思っています。 その調子で、そんな感じでやっていけたらなと、皆さんと一緒に作っていきたいなと、私一人じゃなく皆さんとご覧のあなたもぜひとも一緒にこのチャンネルを大きくして、そしてその私のゴールの達成に近づくような、そんなことができたらなというふうに思っています。それでは